梅干しさん、おはようございます。ゆっくり寝れた？これと。よいしょ。こんにちは、アサリオンチャンネルです。梅干しを干す作業。梅干しの天日干し2日目です。午前中はベランダが日がよく当たるので、こちらに置いています。夜は、屋根があった方が、万が一雨降った時のためにいいので、こちらに来ています。昼間は、下のまた別の明るい場所に移動しています。ジップロックで梅干し作り。はい、ひっくり返すの忘れると、ザルにくっつくねん。2日目と3日目は、朝、梅酢に一度つけるんやで。ポンポン入れや。行かない方がいいんだよ。誰だ。行っとく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 。梅酢をようまぶしてな、はい、再びザルに並べるねん。ポンポン並びや。もっとちゃっちゃと並ばんかい。やればできるやろ。蒸発専用にしっかり締めてな。火のよう当たるところに干したってな。天日干しは初日と同じやで。次は3日目にやること。よりこっちおいで。そこに入れなくていいって。おもちゃ入れるの。おもちゃを持ってきて。3日目はしその葉っぱと梅酢分けてそれぞれ干します。半日ぐらい。これで ちょっとになったね。ではこれでします。こんなもんかな。そんなもんやろ。一緒に干すねん。梅酢忘れとるで。ラップ忘れとるで。
蒸発専用ボウルにしっかり蓋してな。梅酢はちょっとの間でええんやで。あと2、3日様子を見ながら天日干し、しっかり干すんやで。ベランダ怖いねん。やっぱりいかんとこ。次は瓶詰め。あさって。また見てな。